はい、皆さんおはようございます。ナオトです。はい、ということで北海道大会まで残り1ヶ月となりました。今回はウッシーがね1個上の階級で出るので、僕は66で優勝しなければならないんで、もうガチガチにやりますって思ってたんですけど、内ももがですね軽い肉離れをしました。実はまあスクワットをやってめちゃくちゃ内もも張るなと思ってたんですよ、最近ずーっと。結構疲労が蓄積してたらしく、その次の日ぐらいかな、チャリに乗ってですね、僕チャリで移動するんで、ですね、立ちこぎをした際にね、ってなって、あれと思って、そっからもうチャリ乗れなくて、歩いて帰って、で、その日もう一回でもチャリ乗ったんですよ。で、その二日後に先生に、整骨院の先生に、コウキさんですね、動けるのコウキさんに見てもらって、あ、ナオト君、これ肉離れだね、って言われて、でも軽い肉離れなんで、まあ、できなくはないよってことだったんで、重いのを持たずに、回数もやらずに、みたいな感じでリハビリして、行けば、まあ、大会は間に合うよ、みたいな感じだったんで、腐らずに頑張りたいと思います。ってことで、まず朝仕事行ってきます。出社しました。今日はね、朝9時からお客さんが入ってるんで、朝からセッションして、で夜が最後、予約通り行けば、8時半まで入ってるんで、今日は12時間ぐらいですね。今が時間が8時42分なんで、もう少ししたら来ますね、はい、ということで今日も一日頑張っていきます。はい、どうした、はい、今4時過ぎかな、4時過ぎなんですけど、昼飯を食べます。これからまた鶏そぼろ作っておいたやつ、鶏胸肉のそぼろと、あと海苔ですね、かけて食べます。はい、仕事終わりました。今8時半ですね。結局8時半に入ってたお客様が前倒しで早くなったんで、今日はちょっとだけ早く終わりましたって言っても、朝からだったんで結構今日は長かったですね。プロテインバー、これプロテインバーなのかな、あ、プロテインバーですね、あのバズーカ岡田先生の監修のやつですね。ちょっとごめんなさいね、食いかけなんですけど、こんな感じのキャラメル味、もっさりしたクッキーみたいな。それ前ドリンクを作ります。プリンシプルさんの BCAA と、まあ、これクエン酸も入ってるんでいいですね、とクレアチン、これもプリンシプルさんのクレアチンと、グリコの CCD、まあ、いつものやつですね。僕サポート受けてるんで、ぜひ皆さんプリンシプルさんよかったら買ってください。でプロテインとかは朝用のプロテインとかもあっていいんすよ。朝用のベータアラニンとか入っててめちゃくちゃ朝気合い入るんで。これね、パイン味なんですよね。パイン味。昔なんか撮ってる時にも言ったんですけど、僕こう昔結構筋トレ動画の、まあ、筋トレ系 YouTuber の動画見てて、サプリメント作るシーンが一番好きだったんですけど、これわかる人いますか？グルタミンも飲みます。いや、グルタミンはね、前も言ったんですけど、これもサブと同じになっちゃうんですけど、グルタミンはトレ中よりトレ後の方が本当はいいですよ。ただトレ後にグルタミンを飲む気力がないんで、だから今飲みます。トレーニングの時やるんですけど、クレアチンはビルダー飲みでいきます。はい、今有酸素やって、トレーニング終わったからね、有酸素やって掃除をして帰ります。じゃあ一旦さよなら、掃除します。24時間のお肉屋さん、冷凍お肉が買えます。はい、じゃあレバー焼いてきます。家帰りました。きったね。玄米とレバー食べます。いただきます。
うまっ。うん。めっちゃうまいっすか。はい、おはようございまーす。はい、減量中なんで、この朝はトイレしてから体重測ります。 69.4。 この体重計は 400g ぐらいプラスしなきゃいけないから、だから多分 70kg ぐらいですね、今ちょうど。朝ごはん、ここにまたこれかけます。はい、今日は米炊いてなかったんで、昨日の夜買っといたコンビニの佐藤のご飯的なやつです。撮影終了しました。あ、お購入します。エゾモリックさん、サプリメントショップ、 SBD もあります。札幌来た時来てください。はい、今一回家帰ってきました。で、うどん食べます。一袋と、レッドブルと、あとさっき菅野さんに、あのエゾモリックの菅野さんに、あのプロテインのドリンクもらったんで、ちっちゃいタイプのサラダチキンにしました。うどんにはこの明太混ぜうどんを入れますね。これね、意外と、ね、脂質めちゃくちゃ低いんで 2g と、あとは卵。見た目めちゃくちゃ悪いっすよ。でこれをこう釜玉うどんみたいに混ぜます。これでもね、めちゃくちゃうまいっすよ、ほんとに。でまたこれね、ここもこれ基本かけるんで、こんな感じです。いただきます。うまい、マジでうまい。これ超おすすめです、本当に。ネギトロ食べます、トレーニング前。はい、今日はもう予約ないんで、から飯食ってトレーニングします。この後撮影もまたあるんで、今日ちなみに練習込み撮影なんで頑張ります。うん、最近体調は悪かないが、心臓が高鳴って聞こえている。はい、今1時50分ぐらいですかね、2時前ですね。撮影終わったんで、これから帰りたいと思います。はい、結局コンビニ行ってなんかあんまりいいものがなかったんで、でもそのまま帰って寝ようと思ったんですけど、めちゃくちゃ腹減ったので、魚肉ソーセージがあったので、魚肉ソーセージを食べてから寝ます。なんとか今回減量ね、マジで頑張って、5月の北海道大会66キロ級で優勝すること、優勝するんで応援してください。頑張ります。寝ます、食べたら寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。で、なんで裸かと言いますと、今シャワー入ったんで、で体重さっき測ってちょっと取り忘れちゃったんですけど、69.6? 70キロぐらいですね。まだね、めちゃくちゃ、あれなんですけど、うつつら出てきましたね。ということで、今シャワー入ったんで、顔に化粧水とか塗ります。肌ラボ。僕、減量入ると、肌荒れが、強くなるんですよね。逆に、やっぱり油足りてないと、肌荒れって強くなる。あ、ちなみに今塗ったのは、なんだっけ、乳液?普通に化粧水と乳液だけ使ってます。余ったも体に入れです。はい、こんな感じですね。最近はセットしてもあんまりうまくセットできないんで、逆にノーセットの方がまあ普通なんで、これでいきます。はい、で仕事行く前は僕これをつけてます。いつも香水っていうのかな、ホワイトオールバイ白のやつ。これめっちゃいい匂いなんで、今日が4月の16日かなの土曜日なんですけど、で、2週間後、ついに、パワーチューブの4月30日200ビッグスリー大会まで、あと2週間後となりました。で、チケット、いい感じに売れてきてます。で、もっともっとたくさんの人来てほしくて、で、1回目の大会でやっぱりたくさんの人が来てくれると、2回目、3回目ってどんどんこう盛り上がって、規模もね、増やしていけるんですよ。やっぱり。なんで、札幌の方、まあ、道外の方ももちろん、ゴールデンウィークなんで来てもらえたら嬉しいんですけど、札幌の方はぜひ、4月30日、リビエラに来てください。リンク貼っとくんで、もしよかったら見てください。およ。およ。お誕生日、おめでとうございます。すげえ、このタイミング。
あざっす。え？これはやばい。お肉じゃん。いいでしょ？あざっす。仕事が終わって打ち合わせとかもいろいろ終わったので、これからスクワットやっていきます。今日スクワットデッドやりますね。で、あの内もも肉離れして、まあ1週間も経ってないですね、5日ぐらいですか。完全休養はしなくていいよっていうことを言ってもらったんで、まあ、60% ぐらいで低レップとかで、あと深くしゃがみすぎないことですね。でやるんだったら大丈夫って言ってたんで、もう120キロぐらいで、まあ、様子見て3発から5発ぐらい、本当は5やりたいですけど、ちょっと様子見てやっていきたいと思います。はい、デッドリフトいきます。180キロ一発やって。やつ終わりました。12時過ぎ。家帰って飯食って寝ます。帰りました。コンビニでご飯買ってきました。まずは、エビピラフ、ファミマの。これね、冷凍のところにあったんですけど、脂質 3.7 なんで、めちゃくちゃ低くないですか？めっちゃいいなと思って。ピラフ普通に食いたかったし。と、砂肝の炙り焼き。これ味マジでうまいっす。これ、タンパク質 18g かな？で、あとは、鉄塩や、おせんべい。意外と脂質低い 4.7g。まあ、ちょっと一袋食っちゃうと多いんで、ちょっとだけ食べて、今日は食べようかなと思います。こんな感じでーす。いいっすね。うん。うまっ。うん。つなぎも。うん。3日間でやったんですけど、また出すんで見てください。好評だったら出します。まあ、ちょっと1ヶ月後のパワーの大会、マジで、北海道大会優勝して、ウッシーと一緒に国体行くんで、応援してください。応援してくれる方はグッドボタン、お願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。